どうもこんにちは、新しいチャンネルです。今日はですね、前回の続きになります。ディーゼル10に急行客車を盗まれてしまったので、パーシーがそれを取り返しに行くっていうストーリーです。それではご覧ください。どうぞ。また新しいのが一つ増えたぞ。はっはっは、ここに置いておけば誰も見つけられないはずだ。ディーゼル店はどこに行ったんだ？あそこにゴードンがいる。ゴードンに聞いてみよう。はいはい、お客さん到着ですよ。はい、降りてください。ゴードン、なんだパーシー、久しぶりだな。元気か？こんにちはゴードン、元気だよ。今ね、探し物をしているんだ。ゴードンの客車に似ているスカイブルーの特急客車をディーゼル店に盗まれちゃったんだよ。はっはっは、ドジだねパーシーは。盗まれる方も悪いんだよ。さ、俺は忙しいからどいてどいて。相変わらず嫌な性格だねゴードンは。いいよ、一人で探すから。バイバイよ。グラグラ吊り橋、グラ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 。あそこにいるのは誰？ヒロだ。あそこにヒロがいるぞ。よいしょよいしょ、今日も忙しいですね。よし、ヒロに聞いてみよう。出発ゴーゴー。よいしょよいしょ、もうちょっともうちょっと。やあパーシー、こんにちは。どうしたんですか？この前もらった急行客車をディーゼル店に取られちゃったんだよ。ディーゼル店見なかったかい？私は見ていないですね。もう少し高いところから見てみたらどうですか？ドキドキマウンテンの一番上から辺りを見回してみるのはどうでしょうか？ああ、なるほど。やっぱりヒロは頭がいいですね。ありがとうヒロ。では行ってきます。バイバイよ。あ、エミリーだ。今日も頑張ってるね。バイバイよ。よいしょよいしょ、よし到着。ドキドキマウンテンの頂上です。どこにいるんだろう。確かにクランキーが見えるぞ。ディーゼル店でもよく見えるね、やっぱり山の上だから。ヒロも見えるね。でもこれじゃ全部見えないな。どうしたらいいんだ。まずはクランキーに聞きに行こうか。クランキーも大きいから何か知ってるかも。ゴーゴーゴー。こんにちはクランキー。大きいね、やっぱり。ディーゼル店が盗んでいった急行客車を探してるんだけど、見なかったかな。
ディーゼル10は今日は見てないな。ハロルドに聞いてみたらどうだ。あ、そうだね、ハロルドはヘリコプターだから空飛べるもんね。見なかった、ハロルド。ドキドキマウンテンの一番上に止まってるぞ。こっからよく見えるよ。おい、ハロルド、今からパーシーが行くってさ。え、本当に？だってさっきドキドキマウンテン行ったけどいなかったよ。本当にいるから行ってみなさい。ほらほら、仕事の邪魔邪魔。早く行って行った。わかったよ、クランキー。荷物たくさんあるもんね。今日も頑張ってくださいね、クランキー。それではバイバイよ、出発。まだ探してるのか、パーシーめ。もう一回だ。よいしょ、よいしょ。こんにちは、パーシー。ハロルド、本当に久しぶりだね。元気ですか？ディーゼル10を探してるんだけど、もう空から探さないと見つけられないと思うので、よろしくお願いします。僕を持ち上げて空から一緒に探してください。お願いします。もちろんもちろん協力するよ。では、パーシーの背中にセット。さあ、持ち上げるぞ。さあ、行くよー、ゴーゴー。よいしょ、よいしょ。重い。もっともっと上から見るよー。うわー、すごい高いところまで来たねー、ハロルド。すごいねー。よし、じゃあぐるっと見て回っちゃおうかなー。どこにいるんだ、ディーゼル10と僕の急行客車。あ、あれなんだ、あの赤いの。ん？お、なんかあそこの道。お、奥に続いてるみたいだな。おお、おお、あ、あったー。こんなところに隠してあったのか。やったー、見つけたー。ハロルド、本当にありがとうね。よかったねー、バイバイよ。こんなにいろんなものを盗んできて、本当に悪いやつだな、ディーゼル10は。よし、持って帰ろう。やったー、僕の急行客車だ。はは、ゴードンよりかっこいいでしょう。あ、いいこと考えた。これを使って残りのものを爆発させちゃおう。よし、ディーゼル10が帰ってくる前にこれを爆発させて全部吹き飛ばしちゃえ。それ。よし、逃げるぞー。かっこいいな、スカイブルー急行客車。やっほー。あ、急行客車見つけられたみたいですね。よかったですね、パーシー。ハロルド、ありがとね。
むむむむ、あれ、なんでこれが、まさか。あ、ない。何もない。こっちにも、こっちにも。うわぁ、俺の宝物が何にもなくなっちゃった。はははぁ。もう人のものを盗んじゃダメですよ、ディーゼルテン。それでは今日はこの辺で、バイバイよー。バイバイよー。バイバイバイよー。今日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではまた、バイバイよー。